君はアドル・クリスティンを知っているか？アドル・クリスティン、16歳の時にふるさとを旅立ってから晩年に至るまで生涯の全てを冒険に捧げた希代の冒険家である。彼が残した104冊にも及ぶ冒険日誌には、彼が生涯を通して見聞きし体験した冒険の全てが記されてある。これらは決しておとぎ話ではない。そこには余計な脚色など一切なく、鮮烈で時に残酷ですらある現実の冒険が描かれているのだ。だがそこに描かれる幾多の世界、光景、そして出会いに満ちた冒険の数々は触れたものを引きつけてやまない。そう、彼自身がその冒険に魅せられたように。皆さんこんにちは、ミカミックスです、今回からこちらのイース1ですね、やっていきたいと思います。まあ、なんでねちょっとイースを、やり始めるのかと、言いますと、イースのねセルセタの樹海海、まあ、というソフト、まあ、PS ビータ版でイースセルセタの樹海が出てたんですけれども、まあ、それのねちょっと回収を加えたやつかな、それがプレイステーション4で、発売されますので、まあ、ちょっとそれまでにね、イースシリーズをやっていきたいなというのがありまして、今回イースをやっていきます。で、まあ、イースシリーズはね自分もかなり好きな、シリーズで、動画的にはねイース8ラクリモサオブダーナ、これ PS ビータ版を、アップしてまして、であとこの先ですねイース9の方も2019年中に発売するというのが決まってますので、ちょっとイースシリーズをね、やっていこうと思います。でこれは1で PSP 版になります。イース1とイース2が入った、まあ、イース、1、2、エターナル、クロニクルズというものになります。まあ、今回こちらでやっていきます。で、ね、PSP を引っ張り出してきたらちょっとねここのコントローラーボタンがねやっぱりちょっとバグってて、たまにあのあらぬ方向に方向キーが押されることがあるんですけれども、まあ、ちょっとそういうところお見苦しくなってしまうかもしれませんが、ご了承ください。では始めていきます。とモードなんてあったっけ、クロニクルズかオリジナルモード、まあ、クロニクルズでいきますか、せっかくなんで。イージー、ノーマル、ハード、ナイトメア、これはノーマルでいきましょう。でイベントは喋らず見ていきます。
というわけで、始まりましたけれども、ちょっとねこれ30年前くらいのね、元はゲームなんで、1987年が、一番最初に発売されたソフトかな。だからちょっと設定がねガバガバなところがあったりするんですけれども、まあちょっとそういうところは少し解説を加えながら、まあ、自分の知る知識ではあるんですけど、やっていこうと思います。でここは、港町バルバドにある病院で、アドルはね基本的に喋んないです。なんかドラクエの主人公みたいな、感じなのかな、立ち位置としては。でスラフ早かったの、自警団の会合の方はどうじゃった。でいつも通り何の進展もありませんと。つい今しがた目を覚ました。気がついたのか、よかったな。自己紹介がまだだったな。わしの名前はブルド、この病院の持ち主じゃ。息子の、スラフ、浜辺の近くの森で倒れていた君をスラフはここに運んできてくれた。君を襲っていたリーボルドもは俺たちが追い払った。本当に危ないところだった。アドルはスラフに礼を言い自分の名前を告げた。こんな感じですね。アドルの会話っていうわけではなくて、なんかこうやって描写を説明する感じで、アドルか、いい名前だ。見かけない顔だが、どこから来たんだ。アドルはプロマックから小舟でエステリアに渡ってきたことをブルドーたちに伝えた。そう、このエステリア地方になるのかなっていうのは、離れ島なんで、船とかで来なきゃいけないんですよ。で、プロマックっていうのは、まあ、港町があって、そこからアドルが自分の、船でエステリアに来ようとしたところ、嵐に巻き込まれたと。で、なんと外から来たのかね。こりゃ驚きだ。嵐の結界を越えて外から人が来るなんて。何ですかお二人とも。おっと、口うるさい看護婦さんがやってきた。口うるさいとは何ですか。スラフさん、彼は怪我人なんですよ。ゆっくり休ませてあげなくちゃダメじゃないですか。こりゃうっかりしてたわい。怒られてんのはスラフの方だよね。今日のところはこのくらいにしておくか。とにかくゆっくり休んでくれ。また来るからさ。お金とかどうしてんだろうね。ただかな。アドルは手厚い看病を受け、みるみるうちに回復した。そして数日後。だってこれ数日間入院してたってことでしょ。一応ね、なんか早速あれなんだけど、下にこう、行っちゃうんだけど。よし。1000円持ってんだけど、どう考えてもさ、お金全額海にぶちまけてるよね。オーアドル君、起き上がれるようになったか。ちゃんと寝てなくてはダメですよ。街を散策するぐらいの適度な運動ならばいいじゃろう。それにこのくらいの年の少年にベッドでじっとしておれというのも酷な話。港の倉庫は自警団の寄り合い所になっている。スラフがそこにいるから、わからんことでもあればあいつに聞くといい。くれぐれも無理はせんようにな。街の外は魔物が出るので危険です。気をつけてくださいねと。ブルドと話しましょう。スラフのやつは自警団を作って息巻いておる。どうもあいつは全て自分の責任みたいに背負い込みやがる。それに加えて頑固者、わしの言うことなどちっとも聞かん。誰に似たんだか。看護婦さんと話す。おお、ちょっと待って。これ勝手に上に行っちゃうな。ほい。若いからって体力を過信しないでくださいね。病み上がりには違いない。回復してほしい。薬が欲しい話をやめる。動き回りたくなる気持ちも分かるが、ほどほどにしておくのじゃぞと。いや、なんか勝手に下に行ったんだけど、ちょっと待って、これ PSP の大丈夫か。もう本当にもうどこに置いてあるんだろうっていうくらい分かんないところから引っ張り出してきたからね。じゃあおじいさんに話してみましょう。ギオルグ老人、見かけん顔じゃのう。ブルドー先生のところに運び込まれた若者か、災難な目にあったそうじゃの。すっかり元気そうに見える。ブルドー先生の手当てのおかげ。じゃあ町の人はまあいたら話していきますか。家とかね、まあよくある勝手に入ってくるやつだからね。じゃあこの人、スラフはよくやっているが、所詮は付け焼き場さ。魔物の侵入に備えて暮らすより、いっそバルバドの人間全員がミネアに移る方がいいんじゃないか。
ミネアはここより大きい町ですね。兄ちゃん外から来たのか。嵐の結界ってすげえかった。俺結界消えないでほしい。消えたら隣の女の子のうちが船で帰るって言ってた。ああそうなんだ。レベッカ、ここは私たちの生まれ育った町、できれば他へ移りたくない。子供もいるし、城壁のあるミネアの方がやっぱり安全なのかしら。引っ越し代も結構かかるよね。一応ね、政府みたいなのはあるんですよ。ちゃんと国に所属してるん で、ただここがどこの国に所属してるかっていうのはね、ちょっと分かんない。一応今一大勢力を築いているのはですね、ロムン帝国っていう、まあ、帝国があって、でプロマックはロムン帝国の、まあ、支配下ってわけじゃないけど一部だったと思います。いや、アドル、もう動いていいのか。俺が病室を訪ねるといつも君は寝ていた。よっぽど疲れてたんだな。ところで外の連中はエステリアのことをどう思っているんだろう。聞かせてくれないか。アドルは人々がエステリアのことを呪われた国と噂していたことを伝えた。呪われた国、当たらずとも遠からず。やっぱり外の連中は期待できそうにない。自分たちで何とかするしかない。代わりと言ってはなんだが、俺の知っていることでよければ話すぞ。バルバド。このバルバドはエステリアで唯一の港町。大昔はただの錆びれた漁村だったが、エステリアで銀が発見されてからバルバドは貿易港として発展した。といっても嵐の結界が現れてから船は一隻も訪れず、銀も輸出できなくなってしまった。おかげで元の漁村に逆戻り。まあ銀で潤っていた頃はみんな金儲けに奔走していた。これぐらいがちょうどいいのかもしれない。エステリア。エステリアは小さな島国さ。あ、そっか、エステリアはエステリアで一つの国か。人が住んでいるのはこのバルバドと城壁のあるミネアの町、あとは山のふもとにあるゼピック村。少し前までラスティン村もあったが、銀鉱山が閉鎖された上に魔物の襲撃に苦しめられ、もう誰も住んでいない。君が流れ着いたところはホワイトフォーンの砂浜と呼ばれている。真珠貝のかけらを敷き詰めたように真っ白で美しい浜辺さ。魔物が出なきゃ散歩には持ってこい。エステリアの名物といったダームの塔。雲に届きそうな高さの巨大な古代遺跡。天気のいい日には海の向こうのプロマックの港からも見えるらしいな。名所は多いけど、嵐の結界が現れて以来そこら中に魔物がうろつくようになった。とても危険で歩き回れる状態じゃない。嵐の結界、あれは確か半年前のこと。銀を乗せた貿易船がバルバドの港から出港した夜に嵐が起こった。嵐に煽られた船は大破しボロボロになってホワイトフォーンの砂浜へ流されてきた。最初はただの不幸な事故と思われていたが、その日以来全ての船が同じような目に遭うようになった。それが嵐の結界の始まり。エステリアの者たちはこの島から一歩も外に出られやしない。今ではほとんどの人間が諦めきっている。俺はそれが我慢ならない。事件だ。嵐の結界と同じ時期にエステリアに魔物が出現するようになった。君を襲った野犬もその一種、リーボルという名で呼ばれている。魔物も最初は山道をうろつくだけだったが、じきに人里を襲うようになった。特にこのバルバドの被害はひどい。ミネアはここに劣らず危険だが、強固な城壁に守られていて中なら安心して暮らせる。ゼピック村の守りは柵だけだが、なぜか魔物が寄りつかない。不思議な鈴が村を守っているという噂もある。ここには何もない。自分たちの町は自分たちで守る。それしかないだろう。特に何もない。あれ、こいつなんか来んなかったっけ。なんかちょっと待ってね。一応一回やってあるんでって言っても、もう何年も前だけど、うろ覚えのところもありつつちょっとやっていきます。なんかね、剣くれたような気がするんだけどな。スラフが助けたってのはあんたのことか。確かに滅多に見られないような見事な赤毛。赤毛のアドルっていうのはね、シリーズ通しての常連なんで。常連っていうの。嵐の結界が起きてから逆に魚が多く取れるようになった。なんとも皮肉なもんだ。カニ。カニってさ、こんなところにいるの？ちょっとよくわかんない。海とかね、俺大嫌いなんで、ほぼほぼ泳げないから。鍵がかかっている。武器屋マークだね。船が出ないなら、あ、船が出ないから港の仕事がなくなっちまった。ずっと銀の取引をやってきて手を広げようとしていた矢先。ほんと残念だよ。おばあさん。私の息子夫婦はミネアの町に住んでいる。一緒に住めと言ってくるが冗談じゃない。私は絶対にここを離れるつもりはない。
まあどっちがいいんだろうね。安全を重視するか、地元で暮らしていくか。草原では青い頭の魔物に気をつけろ。戦い慣れないうちは傷一つつけられないかもしれない。命あっての物種だからな。意地を張らずに逃げた方がいい。こいつらはピッカードといってな、昔からこの国で飼われてきた家畜じゃよ。肉がまた極上の味、魔物の餌食になるからこうして町の中で育てている。これですね、この豚みたいなやつですね。ピッカードとかはね、普通にもうイース8とかでも出てくるんで、世界観はもうイース1からイース8まで、まあ主人公アドルっていうのも一貫してますけれども、全部世界線は同じなんで。半年前までは良かった。大きな貿易船が次々と来航して、このバルバドもすごく賑わってた。今じゃただの漁村、あの頃が懐かしい。でこっちが医者でしょ、こっちも話したでしょ。もう一回医者の話を聞く。この辺は変わんねえか。で回復してほしい、薬が欲しいとかだって意味ないっしょ。ジギタリス、町にいる限り必要ない。あ、そうなの。割とね、共通ワードが結構出てくるんですよ。ジギタリスもね、あの基本は出てきます、どの作品にも。回復薬のね、原料になるっていうものなんですけど、こっちの方とかは特に何にもなしか。あ、上に人がいる。ちょっとあれ、ここ入ったっけ。あ、入ってない。パパ、この国から出ることばっかり言ってる。私戻りたくない。せっかく友達もできた。ああ、銀で儲かると聞いたからこんな辺境にわざわざやってきた。さっさと大陸に戻りたい、あの忌々しい結界さえなければ。かつてこのバルバドにはうちの人以外の貿易商も多くいた。でも船で脱出しようとして嵐に飲み込まれてしまった。うちは家族連れだったから素早く動けなかったんだけど、かえってそれが幸いした。ああそうか。あれ、ああなんだ、こいつこっちまで来たのか。これは犬。ちょっとじゃあ上の人に話して、上の人に話して、スラフに話して、何もなかったら街を出ますか。これ勝手に街に出てくからね、何も言わずに挨拶なしに出てくから。ここから町の外を見張っている。魔物が侵入しようとしたら一目でわかる。あ、そう、あとね、これ死ぬとね、結構割とすぐ死ぬんですよ。あのセーブポイントっていうか、ロードしますか、タイトルに戻すかみたいなことを聞かれるんで、要はなんか再戦するみたいな感じではないんで、こまめにセーブをしていきます。何もない、地形弾も何もないか。じゃあいいや。あー話しちゃった。あと樽とかはね、アイテムはないはず。うん、いや、もうちょっと行こう。看板みたいなの読めるかな。フィールドにある看板はね読めるんだけど、じゃあちょっと素手か。半年ほど前、北の街道に魔物が出るようになった。おかげでミニアにいる友達もしばらく会ってない。今どうしてんのかしら。なんか全員と話してからあのスラフに話せたら。あ、ここもちょっと行ってねえわ。情報収集はね、 RPG 系の基本だから。嵐の結界が起きる前はこの酒場もすごく繁盛していた。貧乏なのは平気だけど活気がないのは嫌だ。貧乏か活気かって言われたら貧乏じゃない方がいいよね。そのおかげ、そうか、君がアドル君だね。ブルドー先生から話は聞いている。見ての通り、開店休業中さ。何せ嵐の結界のせいで船が来ない。あ、ちょっと待って、ぼーっとしてるのもなんだして、言ってなかった。スラフさんに頼んで私も自警団に入れてもらおうかな。みんなどっからどうやって給料をもらってるんだろうね。まあ、魚取ってる人はさ、最悪魚食っていけばなんとかなるけど全然ダメだ、もういいや。
ああ、待って、君はもしかしてエステリアの各地を巡ろうとか考えているんじゃないだろうな。それはやめとくんだな。魔物に襲われてひどい目に遭うのが落ちさ。それよりもどうだい、ここの自警団に入るつもりはないか。君だったら根性もありそう。アドルは自分の目で事実を確かめてみたいということを伝えた。分かった、そうか、決心を変えるつもりはないか。大したやつだ。あの嵐の結界を超えたことにしたって奇跡としか言いようがない。これは俺の勘だが、君には不思議な運命が待っているような気がする。まずはバルバドを出て北に向かうんだ。しばらくするとミネアの町の城壁が見える。ミネアはエステリアで一番大きい町。きっと君の知りたい情報も手に入るだろう。そうだ、こいつを持っていくといい。おお、やった。粘った甲斐があった。ショートソード。結構物価高いからね、このゲーム。俺からの選別がありだ。ここで自警団で使っているもので小ぶりだが扱いやすさ抜群。防具の方は残念だが予備がない。ミネアにはちゃんとした防具屋があるから金を稼いで手に入れるといい。じゃあな、たまには顔を見せてくれよ。そう、一番最初はね、なんかこの町なかったと思うんだよね。確かミネアの町からいきなり始まったと思うんで。じゃあちょっと装備していきましょう。ショートソード10から15。値段も手頃な小ぶりの剣。日常的な用途に使えるが、魔物が相手では嫌だ。やや心もとないということで。じゃあ出発していきます。お医者さんに挨拶はなしで、ちょっともう一回セーブします。これ上書きしちゃっていいでしょう。そうで、シリーズ通してイース1からイース次出るのが9なんですけど、そのイースっていう単語が関わってくるのはもう基本的に1と2だけですね。まあ最初の冒険がそのイースの冒険なんで、まあそれをね踏襲してずっとアドルが冒険するやつはイースシリーズという感じになってます。あと体当たりね、これ基本的に半キャラずらしっていう、正面から行くとダメージ食らっちゃうんですけど、半分なんていうの、そのキャラをずらして体当たりすると攻撃ができるっていう、これ正面じゃないですか。だからダメージ食らっちゃうんですよ。5も食らうのこれだからこの正面じゃなくてちょっとずらす、死ぬ。だからこれボンボンボンって食らうとそこで死んじゃうんで、体力回復させよう。まあ、止まってれば回復する。これはイース8でもちょっとあったと思うんで。ちょっと待ってよし、1030円。レベル2とかにはなんかしたい気がするんだけど、いって。だからなんていうの、そのまたイースシリーズのちょっと話に戻りますけど、イースって関係してくるのは1と2だけ。まあなんかゼルダの伝説みたいだよね。なんかゼルダ全然関係ねえじゃんっていう。だってゼルダの伝説もシリーズによってはそもそもゼルダが出てこないっていう作品もあるしね。まあ、そんなイメージで捉えていただければと思います。レベル上げも兼ねていきたいんだけど、行ってちょっとミネアの町に行って防具買った方がいいか。だって銃なんてあと2回食ったら死んじゃうからね。町を目指そう。町を目指した方が早そうだ。あ、なんかある。青い頭はなんとかかんとかって言ってたよね。言っても雑魚的だからね、所詮この木の敵よりは強いっていう、ただそれだけ。西ミネア縄文750メライ。あ、そう、これね、あのメートルとかじゃなくてメライっていう単位です。南バルバド湖5クリメライ。メートルって感じ、普通に。ミネア縄文足元注意。1000メライで1クリメライになるのかな。何言ってんのって思うかもしれないけどそういう世界設定なん でこの中がねミネアの街で、周りは城壁に囲まれてますと。でミネアの街、まあ、またねちょっと街ばっかりであれですけど、お兄ちゃんひょっとして剣士さん。占い師のお姉ちゃんが旅の剣士を探している。行ってみてあげてよ。まあ後で行きます。魔物がうろつく前は、草原の北にある大きな木の下がみんなの遊び場だった。大人たちが町から出してくれないから最近行ってないんだ。まあ、確かにあんな魔物がうろついてたら子供なんて速攻で死んじゃうよね。さっき取引所の主が道端で指輪を拾うのを見た。その後店に行ってみるとちゃっかり指輪が棚に置かれている。拾ったものまで売り物にするとは厚かましいやつ。あ、そうだね、そんなのあったね。ここか。ちょっと先にそれこなしちゃいましょう。何をするのかっていうと、
いや結構覚えてるもんだね。何か入りようかねということで、掘り出し物が欲しいでしょ。でサファイアの指輪でしょ。こんなサファイアを彼女にプレゼントしてやったらとらきっと大喜び。1000ゴールドとは。あれこれ大丈夫、なんか値切れた気がするんだけど。いや、でサファイアの指輪買って、でこれをなんか持ち物の持ち主に戻すんですよ。でそうすると俺で1000ゴールドより高くなんかくれる気がした。いや絶対くれる。私の父は北にあるゼピック村で村長をやっています。最近なんだか深刻な悩みを抱えている。この前会ったら村の者にはとても話せんとこぼしていた。お願いします、ゼピック村に行くことがあったら父の相談に乗ってあげてくれませんか。見ず知らずの人にさ普通相談する？そんな村のさ大事なこと。鉱山には絶対行かない方がいい。あそこの魔物の強さは半端じゃない。あっという間にやられるのがオチさ。幸いなことに鉱山の魔物は外に出てくるつもりはない。日の光が苦手っていう話もある。ちょっとありがちなパターンだよね。だから安全っていう。北にある山道の向こうにバキバデットと呼ばれるすり鉢状の巨大な穴がある。近頃町を騒がせている盗賊たちはそちらの方からやってくる。あ、そこに重要人物がいるんで。レア、私は詩人のレアと申します。命の次に大切な銀のハーモニカを何者かに奪われてしまったのです。あれがないと私はもうどうしたらいいのか。一応迎え話してみる。私は今まである戦術を求めて旅をしてきました。エステリアから失われてしまった昔の気の遠くなるほどの昔の旋律です。その旋律を奏でるためには銀のハーモニカがどうしても必要なのです。なるほどね。これ何屋さん。クラーゼ。ちょっとそこをどいてくれ、怪我人が出たんだ。私か、私は医者のクラーゼだ。なんかどっか行っちゃうよ。あ、これどこ行くのこいつ。ちょっとついてってみる。あ、町の外に、あ、町の外に行っちゃったね。まあいっか。最近黒いマントをまとったよそ者をよく見かける。そのマントときたら表面が青くぼーっと光ってやがる。目の錯覚かもしれないが何とも不気味なやつだったぜ。これは酒場か。城壁の隅でハーモニカを吹いている女の吟遊詩人を知っているかい。本人も美人だけど奏でる曲もうっとりするほど綺麗なんだ。でもここしばらくあの澄んだ音色を聞いていない。うんぐうんぐうんぐぷはー。ふう、五臓六腑に染み渡るのを、酒飲まないからよくわかんないんだよね。踊り子2件、いらっしゃい。あら、初めて見るかもね。町にいる限りは安全。たっぷり楽しんで、憂さを晴らしてね。あれ、マスターと話す。お前さん、この町のもんじゃねえんだ。あ、ねえな。一体どっから来たんだ。バルバドから来た。結界を越えて流れ着いた赤毛の小僧ってのはお前さんかい。バルバドの自警団の連中がこの前ミニアに来た時お前さんの噂をしていた。悪かったな、疑うような口調で聞いちまって。最近どうもこの町を盗賊が荒らしている。その一味かと思った。筋肉質。俺はギャレック、盗賊狩りのために雇われた者。一緒に飲まんか。一緒に飲む。ずっと昔この国にはロダという名前の木があったらしい。その実と種はどんな食べ物にも勝る素晴らしい味がしたそうだ。一度でいいから味わってみたい。お前さん、それらしい木を見たことはないか。石岩の男。兄ちゃん、俺の悩みを聞いてくれるか。聞く。母ちゃんにあげるためにへそくりをはたいて買ったサファイアの指輪をなくしちまった。あ、こいつだ。そう、俺はもう家に帰れねえ。畜生や。これもやっぱり盗賊の仕業なんだろうな。あれ、なんかもう一回言うと、取引所で売られていた。それを買い戻してくれた。ありがてえ。これで母ちゃんにも顔向けできる。少しばかりの俺だ。どうか受け取ってくれ。1500ゴールド。なんかさ、なんでそんな金持ってんの。別のサファイア買えばいいじゃん。じゃあ、あ、ここにいるみんなが、ここにいる3人はこの3人組か。占いの店には寄ってみましたか。主は若い女性ですが占いの腕は確かです。進むべき道が分からなくなったら相談しに行くといいでしょう。オイラの仕事はエステリアの名所ガイド。嵐の結界と魔物のせいでただいま失業中。そういや嵐の結界が起きる前に妙なじいさんを山の遺跡に案内した。何でも学者らしくてダームの塔に行くと言っていた。無事でいりゃいいけど。俺は銀行団で働いていた。だが半年前行動の奥から魔物がうじゃうじゃと湧き出てきた。
やつらのせいで鉱山は閉鎖。これが飲まずにいられるかっていうの。みんななんだかんだで金持ってるよね。なんか失業だ、なんか景気が悪いだ言ってる割には。ここはさっき聞いたか。別に失業保険が出てるわけじゃないからね、どう考えても。元いたお家に帰りたいと言うと、ママもおじいちゃんも悲しい顔をする。どうして？え、どうして？あ、ラスティン村に住んでいたからか。魔物の群れに滅ぼされてしまいました。夕暮れ時に廃校から出てくるコウモリは普通じゃない。恐ろしく獰猛で人や家畜を襲う。わしらが住んでいたラスティン村は奴らのせいで。奥は何もない。あ、タンスとかはね、もう全く調べらんないんで。で、武器屋があって、武器屋と防具屋は分かれているか。銀鉱山が閉鎖されてから物の値段が上がってしまっている。銀が取れたって嵐の結界があるから貿易はできない。今日みたいに天気がいいと町の城壁の上からバカでかいダームの塔が見える。昔の人はすごかったんだな、あんな雲まで届くような塔を建てちまうなんて。おいらっしゃい。店主と話す。なかなかいい剣を持っているな。バルバドの自警団で使っているものか。でもうちの店にはもっと実戦向きの剣が置いてある。よかったら覗いていってくれよ。で、ショートソード、これはもらったやつですね。500ゴールドでどうだ。いらん。で、ロングソード、多分買えない。これ剣士にふさわしい実戦向きの長剣だ。鉄鋼がん、なんだこれ。鉄鋼の、あ、鉄鋼のがっしりとした作りが自慢。2000ゴールド、ちょっと買えないですね。まあ、そんなわけで出てきましょう。あ、まず防御よ、防具。で、そっか、ちょっと待ってね。防具を買う前に、イベント的なお話で、ちょっとまた勝手に下に行く病になってんだけど、ここじゃねえな。まあ、いいや、話を聞いていこう。クラゼ先生という名医がいる。先生が調合された薬が傷をたちまち治してしまう。急病人が出たらすぐに駆けつけてくれる。本当にありがたい人だ。かっこいい男の人を見た。真っ黒なマントが似合うハンサムな人。なんだか恐ろしい目をしていたから話しかけられなかった。え、恐ろしい目をしてなかったら話しかけてたの。すげえな、女から逆難してくるなんて。で、ここ占い師のお店。サラ、ああ、あなたは、あなたはエステリアの人ではありませんね。まさか嵐の結界を越えてエステリアに渡ってきたのですか。女神を感謝いたします。この日をどんなに待ち望んでいたことか。あなたこそ私の探していた人。どうかお願いします。剣士としての装備を整えてからもう一度ここに来ていただけませんか。あなたに頼みたいことがあるのです。というわけで、剣士としての装備って、まあ簡単に言うと、あと鎧と盾を装備しろってことなんですけど、当時ね、本当に小学1年生とかだったかな、これやったの。もうマジ意味が分かんなかった。そもそも。で、チェインメール。チェインメールは鎧を、じゃなくて鎖を編んだ鎧さ。軽くて動きやすい上に風通しがいいから蒸れることもない。400円買う。大事に使ってくれよ。あと盾。スモールシールド。硬い木材を銀で補強した盾。軽くて扱いやすいよ。700円でどうかな。結構高いね。もう400円になっちゃったよ。で、じゃあこれを装備していきましょう。ほいほいと。おお、盾を装備した。じゃあこれでさっきのサラのところに行きますか。もうなんか町の人多すぎてさ、誰に話したか分かんなくなってきちゃった。剣士殿、よくいらしてくださいました。早速ですが、剣士殿はイースの本というものをご存知ですか。知らない。イースとは遥か昔この地にあったという古の王国の名前。その失われた歴史を綴ったものがイースの本。それがいつ何者によって書かれたのかは定かではない。ただ6冊に分かれたその本はイースが滅びた理由が記されているといいます。この水晶玉はイースの本の1冊が山の神殿にあることを示しています。そこで剣士殿、イースの本を探しに行っていただけませんか。承諾する。本当に承知していただけるのですね。剣士殿、ありがとうございます。この品をお持ちください。神殿であなたの道しるべとなってくれるでしょう。クリスタル。まあね、昔のゲームだからね、基本お使いゲーですこれ。
まずはゼピック村に住んでいるジェバという女性を訪ねてください。私のおばにあたる人、神殿やイースについて詳しいものです。きっとあなたの力になってくれるでしょう。ゼピック村はミネアの北に広がる草原の北東、山の神殿へ向かう途中にありますと。で、この少年は話したよね。この家って入ったっけ。この家は入った気がする。ここは武器と防具のお店でしょ。まあそんなもんか。よし、じゃあちょっと草原に行きましょう。またちょっとレベル 1? あ、レベル2になってる。いつの間にレベル上がった。ヒットポイントが35になってるけど、ちょっとセーブしますね。果たしてこれでどれくらい強くなってるか、一応縦札見ましょう。ゼピックモラ9クリメライ、ラスティン鉱山は7クリメライ。ちょっと青いやつ、あ、超余裕だ。杖多分ね、超強くなるとね、正面からやってもねダメージを受けないはずなんですけど、レベル2とかだったら、あ、食らうわ。でも1だ。じゃあ気にせず体当たりしていきますか。敵を見つけたらまあ倒していく。ゼピック村、ラスティン鉱山、ミネア。橋は関係なかったっけな。宝箱、あ、そうそうそう、ほらほら、宝箱とかはね落っこってるんですよ。回収してはいきたいよね。あそこにもある。あ、ちょっと待って、犬、魔物の名前とかはもう分かんない。野犬はなんかリーボールだっけって言ってたよね。青いハゲは何だろう、ちょっと謎。ゼピック村、ちょっと北がゼピック村なんだけど、宝箱はね取りに行けた気がするんだよね。いや、いいね、すげえ強くなってるわ。こっち側はなし。でハゲがいて、犬がいて、ハトルとか超強いな。そうやって考えると町の自警団の人たちどんくらい強いんだろう。ハトルって別にさ、剣士って呼ばれてるけどさ、元職業剣士でもなんでもないからね。ただ旅人だからね。一応イースでの冒険を得て、やっぱり剣士として強くなってったっていうところはあるけど。ベスティアリーポーション、これなんだっけ。ちょっとアイテム見てみよう。偉大な伝道師が調合したという飲み薬、戦った経験に応じて魔物の情報が得られる。え、嘘、え、なんか装備してんだけど。不思議な知覚力を得た、ステータスを表示しながら戦闘してみよう。え何これ、ちょっと謎なんだけど、まあいいや。ちょっと邪魔じゃない。あ、なんか出てきた。そう、これね、あの一応重要アイテムね、そこら辺に落っこってるんで。で、これ表示非表示はできたはず。こういうことか。あの、これがないと先に進めないよっていうアイテムをなんか人からもらうとか、なんかボスを倒すとかじゃなくて、こういう草原とかにポコって落っこってたりするんで、それ見逃すとね先へ進めなくなるから、どこで逃したかがね分かんないんですよ。全部洞窟もクリアして、ボスも倒して、町の人にも話したけど、その、あ、レベルアップした、重要アイテムを持ってないって言って積みましたね。俺は分かんなくて。で、そしたらなんか洞窟のねところにね、ある宝箱みたいな感じだった。まあ、ラスティン鉱山の話なんですけど。でね、今でっかい木があって、これなんか意味あるかな。ロダの木、そう、これがロダの木ですね。まあ、このレベルとこの装備だったらもうここら辺は完全に気にせずいけるね。ちょっと俺が行きたいのはここら辺じゃなくてさ、なんかね湖みたいなところにね、なんか売れるアイテムがね
あるんですよ、換金用アイテムみたいな。ここはじゃあロダのところはまた後で来るんで、ちょっと覚えとこう、覚えとこうって言っても自分が今どこにいるのかよくわかんないけど、こっち行ったっけ、あこっちがベスティアリーポーションがあったところか。え、そうだね、宝箱は空だ。あと自分が強くなるともらえる経験値がね減った気がする。あでこの橋は渡っちゃって、上行くともうゼピック村なんだよな、多分ゼピック村に行く途中にあるはずだから、フィールドをちょっと把握するだけでも手一杯だね。これもゼピック村だ。あそう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 だよね。ちょっと待ってね、あの何としても手に入れたい。あれここにもロダの木がある。そうかロダの木確か双子だったんだ。思い出した思い出した。どっちが兄でどっちが弟かもう覚えてないけど、あったあった、こっちか、ロダの木の横ですね。鍵がかかっている。マジかよ、俺は何しにここ来たんだ。ま、宝箱もそうだけど、なんか取れた気がするんだけどな、別かな。まあいいよ、もうちょっとだけじゃあ探索しよう。あ、あったあったあった、これ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 、こんなんわかんないよね。知らないとわかんないよ絶対。池の底にキラキラと輝くものが見える。銀じゃねえ、金の台座を見つけた。よし、 OK。 これは別にね、売っ払ってそのまま使っちゃってよかった気がする。というわけでちょっとミネアの町へ戻りましょう。よし、金の台座を売っ払えば、ロングソードが買えるんじゃないかなと思うんで。で、桃を売りに来た。金の台座。この台座はどうしてあんたか持ってる。池の中に沈んでいた。この台座少々訳あり。いや、よく見つけてくれた。2000ゴールド。いらない。買わないか。根を釣り上げられた気がするけど、そういうシステムはなくなってんだな。よし、2000ゴールド。なんか本当に売ってよかったのっていう感じはするけど、この2000ゴールドでロングソード買いますか。もう一個ね、剣があったと思うんだけど、確かめっちゃ高いんだよね。3000円で買えるかって言ったらそういう世界じゃないんで、まあ順序よくやっていきましょう。武器を買う。ロングソード2000円。一応じゃあ見てみる。タワールっていうのかな。タワールは東方の国の剣だから、嵐の結界のせいで貿易船が来なくなってやめた。あれ売ってなかったわ。じゃあロングソード装備して、で防具は手が出ないっしょ。一応値段だけ見る。これなんだこれ、プレートメール。板金を貼り合わせた鎧、かなり重たいけど防御力は抜群。2000ゴールド。あ、
変えねえ。ちょっと手が出そうな気がするけど。リフレックス。特殊な樹脂で表面を加工した革鎧。軽いのに鋼鉄以上の硬さを持っている。5000円。まあいっか、盾も買えないと思うんだよね。ミドルシールド2000円。あ、次2000円シリーズか。てかロングソードも2000円だったし、全部2000円なんだな。ちょっと待って、またこの下に、これなんだろうな、何が悪いんだ、このスティックが悪いのかな。スティックが勝手に固まっちゃうっぽいんですよね。じゃあ一応装備を買ったんで、またあそこ行きましょう。ゼビック村。さて、ゼビック村に着きましたと。ちょっとな、悲しい音楽だな。わしは若い頃、この地に伝わる古文書の噂を聞いたことがある。それは大昔、この国を災いから救った女神のことが記されている。本当にそんな女神がいらっしゃるなら、こうして魔物も恐れながら暮らすことをないだろうに。ここはもう村長さんの家かな。普通の家っぽかった。ミネアの方は大変ね、盗賊たちが荒らし回っている。ミネアはこの村よりも金持ちの家が多そうだから狙われやすい。西に広がる草原には2本の大きな木が生えている。1本はここから南、1本は銀鉱山の西。もう両方見たかんね。私が子供の頃にはとても美味しい実をつけていた。今では滅多に取れない。湖の、岸辺には行ってみた。とっても綺麗なところだから行ってみるといいよ。特に桟橋の上なんか日向ぼっこをするのに絶好の場所さ。それどこのこと。この村には年寄りが多い。魔物に襲われたらひとたまりもない。だが不思議なことに、いまだ村が襲われたことはない。村の宝である銀の鈴の音色が魔物を退けているからだと言われておる。この前怪しいやつを見かけた。黒いマントをまとった、暑苦しそうな風体をした。さっそうにこの北口から出ていった。あっちの方は今は魔物か盗賊しかいない。一体何者なんだ。皆盗賊のことを嫌っておるようじゃが、狩猟のゴーバンはあれで大した男。わしは以前魔物に襲われかけた時、ゴーバンに助けてもらったことがある。確かにゴーバンはそんなに悪いやつじゃないからね。盗賊の一味とは別なのかな、一緒なのかな。確かに別の盗賊団があるっていうのもどうだったっけ。昔わしが銀鉱山で働いていた頃、坑道の奥で奇妙な部屋を見つけた。そこは青白い光で満たされていて、2体の美しい女神像が置かれていた。あんまり神々しいんで、鉱山の守り神に違いねえってんで、わしらは毎日祈りを欠かさなかった。ある日片方の女神像が忽然と消え失せていた。不思議なことがある。村長の様子がどうもおかしい。ぼんやりとしながら村の中をうろついていた。私の全財産で奴らは満足してくれるだろうかなんて独り言を言っていた。ルタのやつ、またいなくなったのか。あんな美人の奥さんを心配させて、ほんと罪作りなやつだ。ああ、俺も自分がいなくなったら本気で心配してくれるような彼女が欲しいもんだよ。まあ俺もいないけどね。ここのことか、桟橋。パブロ老人、寝てる。あれ、なんか斧がある。あれ、このなんか似てて分かんねえな、どこに入ったのか。あれ、いない。ここに人はいない。さっきのパブロ老人の家なのか。あれ、そっか、いる。今朝目が覚めると夫のルタの姿がどこにも見当たらない。あ、ルタの家か。どうやらルタは無遊病にかかっている。もうどこへ行ってしまったのかしら。ダームの塔の隣にいつの間にか盗賊の砦ができた。何でも塔の入り口を塞ぐように立っている。どうしてあんな危険な場所にわざわざ立てたのでしょうね。で、こいつは？この村にはジェバという不思議なおばあさんがいる。エステリアの歴史にも詳しくて、幼い頃よく聞かせてもらった。何でも遥か昔、この地には女神が治める美しい国があった。
っちが村長か。ジェバにも会わないといけないからね、村長の家。おお、お若いのどこから来なすった。そうか、バルバドからか。ブルドー殿の知り合いならば安心。少々村の人間に聞かせたくない話があってな。これから話すことをどうか内密にしてくれんか。はい。この村の象徴である銀の鈴が盗賊に盗まれてしまった。何としても取り戻したい。最悪の場合奴らに金を払ってもいい。お若いの盗賊と交渉してきてくれんかね。村の者にはとても頼めん。 OK。 そうか、ありがたい。盗賊の砦は村の北にある山道を登っていった先にある。狩猟にあったら伝えてくれ。出せる範囲であれば金は惜しまん。それではよろしく頼む。まあ村長の家って言ってもなんかあんまり金持ちそうには見えないよね。所詮木の家だから。でジェバよ、ジェバ。俺が会いたいのはあの家は寄ったでしょ。でこの家はあ、いた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 。そのクリスタルはサラの。そうか、お前さんがサラの見出した剣士だね。神殿にあるイースの方を探しに行くつもりなのか。ならばこの鍵を持っておき。神殿の鍵。山にある神殿は遥か昔にサルモの神殿と呼ばれていた。イースの本があるとしたらおそらく聖域である神殿の地下。地下への入り口は封印されているが、そのクリスタルが道を開いてくれる。とにかく何が起こるかわからない。万全の準備をしてから出発することだね。あ、薬草持ってねえや、そういえば。まあいっか。確かにある程度万全の準備を整えてから行きたい気もするけど、じゃあちょっと参道の方に入って今回は、これで終了したいと思います。ちょっとちょびちょび動いてるけど次回からは、この続きをやっていきます。じゃあ、イースシリーズの方もね、ちょっとセルセターが出る前に終わるかどうかは分かんないんですけど、まあ、やっていきたいと思いますので、またよかったら見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。